零零七ユアイズオンリーは、1981年、公開、ジョーン・グレン監督のスパイアクション映画、零零七シリーズ第12作。また、現代は、イアン・フレミングの零零七シリーズ第1短編集と、同書収録の短編のタイトルでもあり、本映画の原作としては、その他同書の、危険が使用されている。For y o u Eyes Only は、イアン・フレミングの小説零零七シリーズ第1、 短編集で1960年、ジョナサン・ケープより出版された。日本では1964年に0075の冒険のタイトルで東京草原社から井上和夫役により発売され、2007年に解約版が007バラと拳銃のタイトルで発売された。あらすじフランスで英国庁報部の伝令兵が何者かに暗殺され、秘密情報が盗まれた。 ボンドは M からの指令で、この事件の調査をフランス支局のメアリー・アン・ラッセルと行い、暗殺者を探し出す。すじキューバのハブロック夫妻がゴンザレス少佐によって暗殺された。ハブロックは M の友人であり、M は敵討ちのためにボンドをゴンザレス少佐の上司で事件の黒幕でもある、ポンハマースタイン大佐のもとへ派遣する。ボンドは彼のモーテルの近くで、 暗殺の機会を伺っていると、すぐ傍らで、ハマースタインに照準を合わせる、美女、復讐に燃えるハブロック夫妻の娘ジュディに出会う。すじ麻薬密輸の捜査で、ボンドは、イタリアの富豪、クリスタトスから、麻薬密輸は、コロンボという男が行っていると教えられる。その後、ボンドは、コロンボの愛人である、リスルの手引きで、コロンボの元に連れて行かれる。そこで、 コロンボに、ボンドはクリスタトスこそが、本当の黒幕だと教えられる。アラスジ・ボンドは、地元の連絡員、フィデル・バービーと共に、アメリカの奥万長者、ミルトン・クレストの船に招待される。クレストは、粗暴な性格で、妻のエリザベスに暴行を行っていた。エリザベスはついにクレストの行動に耐えかねて、彼を、アラスジ・ボンドは、ナスソーの総督官邸のパーティーで、 総督からローダル・ウェリンとフィリップ・マスターズという男女の不運な話を聞かされる。ジョン・グレン監督の一作目として、これまでの推理小説的映画から、スタントシーンも多いアクションムービーとなった作品で、48時間、などのハリウッドアクションムービーにも影響を与えた映画である。オープニングのヘリコプター、空中スタントから、カーチェイス、スキーアクション、銃撃戦、 そして水中での格闘、ロッククライミングとアクションシーンが満載となっている。また、スター・ウォーズの影響を受け、SF 色が濃かった前作、ムーン・レーカーから007映画の原点へ軌道修正された。主人公のロジャー・ムーは地中海のアルバニア沖にて漁船に偽装して調査活動をしていた英国スパイ船、セント・ジョージが何者かが仕掛けた嫌いによって沈没した。 この船にはイギリス軍のミサイルを自由に操って誘導できる装置、アッテックが搭載されていた。それを知ったソ連は、早速ギリシャの組織にアッテックを手に入れるように依頼する。一方ボンドは、休暇中の M に代わり、政府の意を受けて調査していたハブロック博士が殺されたことによって、殺しの実行者ゴンザレスがいるスペインへ飛ぶが、ゴンザレスの仲間に捕まる。 武器も奪われ、窮地に立つボンドだが、突然ゴンザレスが何者かに、クロスボウで撃ち殺され、その混乱に乗じて逃げ出したボンドは、博士の美しい娘メリナと遭遇し共に逃げる。ゴンザレスを殺したのは、父のみならず母や、両親の仕事仲間を殺された復讐を目論んだ、メリナの仕業であり、ゴンザレスを殺された件で手がかりを失ったと判断した政府は、 博士殺しの黒幕を突き止めるのは不可能だと判断するが、ボンドはゴンザレスに殺しの報酬の札束を渡した男が怪しいと睨み、旧の協力を得てその男がロックであることを掴み、メリナやロック、そして第二次大戦当時からの大英協力者のクリスタトスとの右与曲折を経てギリシャへ飛ぶ。フランス人女優のキャロル・ブーケは歴代のボンドガールでも特に私的な雰囲気と 美しさを合わせ持っていると評判となった。彼女はまた、アート系監督ルイス・ブ・ニュエルのシュルレアリスムの古典、欲望の曖昧な大賞、及び国際的に成功した映画、トゥー・ビューティフル・フォーユーでも認められ、シーザー・ワード・フォー・ベスト・アクトレスを受賞している。また、1984年に、セザール賞助演女優賞に、ノミネートされた。ブーケは、 1980年代と1990年代の一時期、シャネルのモデルであり、香水シャネルナンバー5の顔だった。彼女はプロデューサーと結婚したが、後に夫とは死別している。1987年、彼女は写真家のフランシス・ジャコベッティの息子を出産した。彼女は1992年に免疫学者のジャック・レイボーイッチと結婚したが、 1996年に離婚している。1999年には第4回上海国際映画祭の審査員を務めた。彼女は2014年にカンヌ映画祭の審査員になっている。2014年5月、キャロル・ブーケは第37回カンヌ映画祭のレッドカーペットを歩いた。公開初日の観客動員数は前作の3割増し。 全世界のチケット売り上げは約2億ドル。レンタルビデオでは2650万ドルとなった。1981年の映画の世界、工業成績でレーダース、失われたアーク、世紀に次ぐ第2位を記録した。日本では1981年度の外国映画配給収入でエレファントマンに次ぐ第2位で日本映画の第1位。 連合艦隊を上回った。トレイシー・ボンドの母表主題歌のシーナ・イーストン主題歌、ホーユー・アイズ・オンリーは1980年代にヒットを量産したイギリスの新人女性シンガー、シーナ・イーストンが抜擢された。さらに、シーナ本人がオープニングタイトルに登場する。シリーズを通じて主題歌を歌う本人がオープニングタイトルに登場するのは 本作におけるイーストンが唯一の例。同主題歌はイギリスのミュージックウィーク誌では最高位8位、アメリカのビルボード誌では最高位4位と両国でトップ10位を果たし大成功だった。また主題歌候補としてホーユーアイズオンリーは他にブロンディが歌っているが最終選考でイーストンに敗れた。映画 ロッキーのサウンドトラックを手掛けたビル・コンティが担当した同サウンドトラックアルバムはビルボードシアルバムチャートで最高位84位だった。タイトルに歌手を登場させた理由としてビンダーは一言美人だからと答えている。また映像ではトップレスに見えるがイーストンは歌手のため撮影では肩出しのドレスを着用していた。 コルティナ・ダンペッツオ本作は秘密兵器に頼らないボンドを描くという意図からその登場は極めて少ない。ありがとうございます。